扉がここにあるテイク。ユー s e Accept おできたなんだこれ気持ち悪なんかダンジョンみたいこれさらにアヒルがでっかいアヒルは一瞬あれ蜘蛛かなと思ったら蜘蛛やんおー蜘蛛やん出てきたやんあいつバナナバナナヒューマンじゃあ来るやんなんかどうもみなさんこんにちはワトソンでございますそれでは単発ホラーゲーム実況第百七十八弾 本日遊んでいくゲームはこちらのリミナルギャラリーというゲームになります。それでは早速始めていきましょう。エンタードあと。さリミナルギャラリー、なんかパッと見た感じね。あの、昔実況させていただいたリミナルじゃない、ね、スーパーリミナルだ。スーパーリミナルというゲームがあったんですけど、それっぽいんだよね。ちょっと。音楽なってるのはすごいな。音符は可視化されてる。で、まあ、リミナルというのがね、いわゆるその限界とか境界とかの意味なんだよね。 No photo or video a ビデオも撮影も許可しない。で、クローズ閉まってんな。あジャンパーできる。ここから入るみたいな。今かでもないのか。ウェルカムというギャラリー。ウェルカムだ。ゥあ、無くなってる。あれさっきからあったのにな。いいのかな入っても。じゃあ入ろうか。Open door. おーでもこれは、まあ、前はね、すごいなんか、おお視覚的な感じを使ってやっていたけども、どんな感じでホラーなんだろう行って。ああうわあちょっと気持ち悪い。なんだこれは。 これは扉がここにある。テイク。取ったな。ホールドでエイムあ、こういう感じ。ジュースでアクセプト。おー、できた。あ,あ、リスタートレベルとかあるんだ。これレベルなんだな。ははん。で、これをもう一回テイクで、これ逆さだな。あ、これでローテイトができる。で、えっ、ー、と、位置的にはこの辺かな おお、すごいね。やっぱこういうの感動するな。おーっと、次は格子だね。テイクで。あ、なるほどね。これを。おあ、ちょっとちっちゃかった。ミスったな。リスタート。なるほど。こういう感じか。これがどうホラーに繋がるんだろうね。えー、っと、じゃあ、えー、ちょっとつなげようか、頑張って。この辺じゃねんあ、扉は関係ないんだ。じゃあ、次こっち行けばいいんだ。なんだこれ、気持ち悪。 何の意味があるのこれ同じ写真だけど何の意味があるんだこれえ同じことするだけやんな一回リスタートしよう。あ持ってるなんか。あはは縦向きにしてみる。意味ないよなあ。ああなんか新しいの出た。あ何回もすればよかったんだ。なるほどね。なんで溶けたかは知らんけどわかったわ。で、上に写真があるけど。 こっちにもなんかある。ってことはこれは。なんだこれ。とりあえずここに置いてみようか。おお、なんかいけるな。うおー気持ち悪い。実際曲がってるわけじゃないけど、こううねり、うねり狂ってるっていうなんでこれこれ。ぐるぐる回ってるときもいいな。で、階段ゲットした。また元のこれ。これ今ここで使ったとなるあ。階段が発動した。のめか。なるほど。じゃあ、えっと、で、あれが入らない範囲。このぐらいでやればいいんじゃないおお、できたできた。 ブロークブロークン。あ、戻っちゃった。ブロークンってなんだ、今。ああ。こういうことごめん。間違えたわ。ブロークンって壊してないわ。壊れているだわ。破損させんだってことだ。単純に絵画として壊れているから機能しないよってことね。例えば、ここら辺で置いとけばいいんだ。なるほど。これでいいんだ。ああ、やっとできた。で、ここで、エイや。草原だな。おお、こっちいける。エイクここに、モノクロの草原。 おお気持ち悪い。で、おお扉があるわ。はい。おお進んだ。なんかダンジョンみたいこれ。雨降ってるなんの音なんかある。あ海だ。へい。おお海だ。なんでアヒルがあるのかわからないけど海にアヒルは意味あるのか。なるほどね。絵の音が聞こえてきたんだ。んで、船。うわさらにアヒルがでっかいアヒルは。じゃこの辺に置いてみようか。はい。おお。 すげえ、なにこのアヒル大量のアヒルアヒルの国普通風呂場に浮かせるけどな。あ、一応灯台来たかな。この灯台じゃなんかあんのオープンドあ、次進んだまた海一瞬あれ雲かなと思ったけど、雲やん。うわ雲やん。出てきたやん、なんか一瞬多着のさ、化け物かなと思ってしまったな。ここから出てくるに。バナナ。バナーナー。勝手に実体化してんだけど。ヒューマンじゃあ来るやん。なんか。 はああ、そういう意味のホラーね。一回きりなんかなん暗っ。おお見てる。雲男バナな人間ではこうなうのかな、さかに。これがホラー。めっちゃ見てる。あ、なんか新しいあれ。あ、追ってきてるわ。めっちゃ見られてる。なんでなにあらゆる視点から見ろっていうそういう話えこれいけんのあ、いけるわ。見てるなーとりあえず出ようか。おー、なんか出た。 なんだこれ模型昔のカメラだ。ルーク、YouTube the Camera。ああ、カメラだ,だな。撮ったよ。あとは2枚撮れる。ああ、こういうことなんだそれ。カメラで何かを撮れたらしいここら辺じゃ全体撮ってみる。この辺に使ってみると。んなんだそれ。ああ、それやったわ。こっちかい。上にあったんだ。これを撮って、 あいつをここに引っ張り出すでできる。なるほどね。あと2枚だ。あこれフィルムか。でえっとこれを取って回転させてせいせい。これでいいわけね。OK? でああどういうことこれは。上をどうにかしたいから取って。 下の方にやったらなんか行けんかなこれダメあ、いけるんだ。あ、でも壊れてる。なるほどね、これか。おじゃおじゃ、そういうことね。じゃあ、これを取って。なるほど。下という発想はなかったな。三次元的発想はなかったよ。こういうことか。オッケー。なーんか草生えてる。またカメラ使う系なのか。これはあ、そこのやつ持ってこいって話すごい簡単じゃん。この辺持ってくる。どうでしょ。ドアはマストビアップ アップライト。アップライトあ、いけるんだ何意味がわからん。俺の英語力のやつがよくわからんかったわ。アップライトあれは、あ、こういうことはい。あ、これでいいんだ。で、もう一個しかないから、あとはこれでもう一回取って、同じことしろって話ね。えー、えー、どうすればいいんだろう、これ。下はダメダメなんだ。丈夫なきゃいけないんだ。えー、だから、えー、っと、 だから何回も撮って近づけるって感じなのかなギリギリまで行って、この辺で撮ったらどうこれダメこれいいんじゃねオッケー。またカメラ系だ。んこれ撮って意味ないもんな。ここら辺に置いたところで。向こうに行きたいわけだからそこが開けばいいんでしょここが開けばいいんだな。あとそこだけなんだな。だからあとは、 こういう感じにして、ギリッギリを攻めるような、壊すようなやつ。にすれば扉は開いてる。あと、ここを破壊できればって話だな。破壊する方法どうするこう取って、こうしたらどうおいいんじゃないなんかめっちゃ多分違うと思うけど。うわあなにこれ気持ち悪い。カメラのフィルムがあるってことは何回も撮れた話じゃあまず、えー、っ このはしごを通るこれはダメなんかなこうやって登るダメっぽいな何度もこいつを取るとかもういっちょこれでどうオッケー本当に合ってるんだなこれああ上下に同じ絵があるじゃあこれを取ってみて下に置いてみるなんか意味あんのなんだこれはしんだね とりあえず、置いてみようか。はい。で、また同じような建物があるな。ワっとっと写真がいっぱいあるアヒルのところ。あ,あなんだこれその方には入れんしね。これはなんかすごいアヒル好きだね。宇宙に行ったアヒルや。で、これはあ,あ、夏のアヒル。だから何このアヒルたちを見て何を思えば祈るわ。で、結局また同じ写真だな。じゃあまた奥の方に作ってみる う、はい、んー次は特にアヒルの絵画はない感じかなでまた同じ絵があるとかそういう感じいや変わったなはいこれでおお扉あるわなんなんだろうよくわからんわまた写真だあ月を取れとあったなースーパーリミナルでも月をなんかや使ってっていう感じえい展望台だなこれ月を取って月に行くじゃん。 おー絵画の中の月へ。あ、本当に行けた。え、月の上に月があるのあ、あ、ジエンドだ。またアヒルさっきのやつや。クえー、宇宙にアヒルが行ってる。絶対あんまりそのヘルメット酸素漏れるよな。じゃあ、月に扉を突き立てようか。はい。おー、終わったー。Thank you for playing. いや、なんか、まあ、確かにホラー演出もあったけど、やっぱ難しいパズルゲーって感じだったな。はい。というわけで本日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。いや、なかなか難しかったね。でもやっぱこういう錯覚というか作詞系は面白いね。はい。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。またね。